プレデター割れたな。たまったもんじゃんよ。来いよ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 、逃げる。もう少しだ。いやこれいい、やばいやばいやばい。はい、こんばんは、島津です。本日もプレデターやっていくんですけど、今回はですね、ちょっととあることをやっていきたいと思ってます。何かというとですね、ヤングダッチにとあるパークをつけることによって、プレデター絶対殺すマンに、改造するといった、内容になっております。はい、ヤングダッチなんですけどね、まあ以前も説明したと思うんですけど、特徴としてはですね、スタミナがマックスなんですよ。つまり長く走れるんですね。この特性を生かしてさらにパークをつけることによってね、もう逃げるプレデターを完全に追い詰めるといったね、絶対殺すマンダッチを作り上げようと考えております。でもうね、構成は組んであるんですけどね、こちらになります。まず鉄の灰、これをつけることによってスタミナ量および回復速度が増加する。で次、ダブルタイム、移動速度が上がる。この2つの組み合わせをすることによって、さらに長距離を走れる、長距離超高速で走れるヤングダッチをね、今回はい、構成で作ってみました。でこのダブルタイムとね、鉄の灰なんですけど、前回来た大型アップデート 2.0 でですね、強化されてるんですよ。鉄の灰に関しては、スタミナ量と回復速度のボーナスの上昇かつコスト削減、確か2だったんだよね、鉄の灰は。なんだけどコスト1でね使えるようになったのと、あとダブルタイム、移動速度がね、前よりか向上してます。で代わりにコストが上昇したっていうね。ダブルタイム確か3とかだったんだけど、今回からはね5になってます。だからその分コスト5に見合ったね、高速移動ができるようになってるっぽいんですよ。だからこの2つの組み合わせによって、もうダッチはね、おそらくえげつないことになるんじゃないかと。本当に真のプレデターハンターとして覚醒するんじゃないかと私は思ってます。はい、それではやっていきましょう。このさ、泥塗りバグ、ちょっと直してほしいよね。なんか効率よく塗れなかったりするんだよね。早っ。見てこれ、武器持っててこれだよ、早くない？で今ナイフ持ったけど、さらに増したね速度が。早っ。こんなのにプレデ、あ、違う、こんなのにプレデター割れたな。たまったもんじゃんよ。うわー、やっぱね、ゲリラの攻撃力上がってますね。もう80ですよ。無理、ね、近接戦移動だけど、だからむやみにね、ゲリラに援護、突っ込むのはこれ良くないですね。皆さんも気をつけてください。だから今回のアップデからいかにゲリラを応援を、応援を呼ばれないかっていうのが重要になってくるよね、ファイヤーチーム。いやこれにプレデーター追われたらもうたまんないよ。だから本当考えて、高台とか、こういったパークをつけてきてない。どこ行った？後ろを頼む。ああ、弓だ、弓、お願いお願いお願い。そうだね、この人たちが来れない高台とかに行くのを心がけた方がいいですね。こっちだぞ。上いるよね、弓だ弓だ。いや自分だったら絶対そこいるもん。どこだ、見えないね、弓矢だからね、動かんくていい位置にいるのかもしれない。いやここじゃないか、ここじゃないね。買ってみろ。どこだどこだどこだ。ドローを塗る。ん？降りた？どこ？ん？ああ、いたこっちだ。やれ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 。いける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 。
はい、結構入ってる。チャンスチャンス。来た来た、セカンドウィンド、セカンドウィンド来た。どこ行った？あ、ちか。逃がさんぞ逃がさんぞ。どんなプレデターも絶対殺すマン、ダッチからね、逃げ切ることはできねえぞ。いた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 。はい、はい、はい、もう追いついたよ。もう追いついた。これはさ、おーい、残念。あれ、当たり判定おかしくねえ？やばい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 。あ、髪の毛に当たってたんだ。うん、今。髪の毛は当たり判定ないんだね。はい、プレデター狩り終わりました。これが絶対コールスマンダッチの力です。いや、これさ、やりすぎじゃない？このパーク。このパークの組み合わせだったら、おい、ほんと、逃げれないよ。かなり、プレデターを熟知してる。うん、プレデター経験者じゃないと、逃げるのは無理だよ。うん。大抵の、初心者とかの人たちはね、大ジャンプして逃げて、平地とか。うん、ダッチがね、来れるところで、セカンドウィンドウの治療すると思うんだけど、それだとね、あっちゅう間に捕捉されてたら追いつかれるからね。だからほんと高い場所行かないとダメだ。うん、屋根の上とか。いやー、これはえげつないですよ、皆さん。もう正直、こんなやつと当たったらもう、身震い起こすわ。あの、恐怖の方でね。あっさりでしたね。OK。じゃあ、いただきました。あ、一人抜けちゃったね。最近さ、バグなのかわかんないけど、多分バグだと思うんだけど、ちょいちょい抜けちゃうんだよね。うん。自ら抜けるんじゃなくて、回線切れみたいな感じで。だからここら辺ね、ちょっと修正してほしいよね。うん。今度前、ね、ちょっと収録してた時、一気に3人バッバッバッって落ちたからね。あれはきつかったね。はい、ということで、ね、絶対コルスマンダッチ構成で、やりましたけど、見事枯れました。ちょっともう一戦やっていこうか、短かったからね。あー、やばいですね。見てください、マップ。すんげー引き離してる、後ろの人たち。多分、ナイフ持ちで走ってる人たちもいると思うんだけど、それでもこれだけ、すごいなぁ。ダブルタイムだったっけ？ダブルタイム、めちゃくそ能力向上してるよ。前、ここまで引き離されなかったよ。はい。ね。トップ独走のダッチさん。ちょっと、一人になるとね、あまりにも無謀になってしまうんで、待ちましょう、味方を。独走も気持ちいいけどね、舞台のバランス崩して負けにつながるようなことがあっては、言語道断なんで、言語道断。うん。まあね、待っときましょう。この速度だったら、あれじゃない？プレデターが近接に来ても、まあ、一発は食らうかもしれないけど、二発目とか三発目はもうかわせそうだよね。距離離して。だから、そうだね。このパーク、装備してる人は、敵を見つけた！プレデターが詰めてきたら、逃げて距離を稼ぐのがいいですね。あ、いた、呼ばれちゃった。それで、自分がおとりになって、味方に援護してもらう形、取るような立ち回りがいいと思う。そうすれば、ね、移動速度向上してるから、近接が当たりにくくて、自分はほとんどノーダメージで、かつ、おとりとして、プレデターにダメージを与えるチャンスを与えられるから。おいな、おいな、おいな。グレッポンポン。あ、くそ、当たんなかった。待て待て待て。いやー、もうね、援護呼ばれると走行兵も来ちゃうからね、えぐいよね。だからそういった立ち回りがいいと思います。来たね。こっちだ。もうミッション半分ぐらい進んでるけどね。遅い、お月です。あ、上だ。やばい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 。こっちだぞ。俺がおとりになる。援護してくれ。いや、マジ、これいけるよ。うん、衝撃だけだよ、食らうとしても。
いいですね。オッケーオッケー。来いよ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 。逃げる。もう少しだ。いや、これいい。やばいやばいやばい。味方が。自分より手前にいた味方が。オッケー、来た。セカンドウィルド。さあ、どこ行った。おお、またそんな近くにいたか。そんな近くにいて大丈夫か。おら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 。待って、プレデターの出し寄りか早いぞ。あ、やばい、引っかかっちゃった。プレデターの出し寄りか早い気がする。今のヤングダッチ。どこ？あ、嘘、落ちてきた、落ちてきた。あ、気づいてなくない？あ、気づいてない、この人。残念、後ろにもういたんだ。気をつけろ。私、早いからな。プレデター絶対殺すマンだからな。スイッチを分極化すれば。ちょっと落ち着け。まあ、全然時間ある。苦手なんすよね。オッケー。いけたいけたいけた。これはいける。はい、オッケー。あれは、プレデター降りてきたのがダメだったと思う。あそこで合ってたと思う。あそこだと、ダチなかなかいけないからね。いくら足が速くても。ジャンプして登れないとたどり着くことはできない地形だから。いやー、プレデターミスったね。この絶対ゴルスマンダッチがいるチームではやっていけない、ちょっと行動をとってしまった感じですね。はい、ということで2匹目も狩りました。凄まじいな。プレデターのダッシュよりか早いとかもやばいよ。追いつけないよプレデター。今までさ、プレデターがダッシュしてて、ファイヤーチームが、ダッシュしてた場合だと、プレデターの方が早いから、追いつけてたんだよね。それで、背を向けて走ってる、ファイヤーチームに、近接攻撃とか、ダメージを与えてたんだけど、そうだね。ダブルタイムつけてるファイヤーチームがいると背を向けて逃げてた場合、あ、決まったね。逃げてた場合遠距離武器でしか攻撃できないですね。近接で、近接まで持っていけないからこのスピードで。はい、ということで本日はですね、ヤングダッチをね、プレデター絶対殺すマンに改造してみたんですけど、驚異の性能を誇っていることが分かりました。なのでこの動画を見た人はね、この構成にするとプレデターを、セカンドウィンドウとかまで持っていけた場合、そのままね追い詰めて倒すことができるんじゃないかと思います。でもこれちょっと性能を上げすぎてるから、その分少しプレデターの能力とかパークでどうこうなる問題じゃないかもしれないけど、そうだね、プレデターの方の底上げも少しした方がいいかもしれないね。ちょっとあまりにも上げすぎたかもしれない今回の、このパークはファイアチームの。はい、なのでまあ今後のね修正とかも気になるところですけど、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またねプレデター動画撮っていくんで、よければまた見てやってください。それでは鹿児島から島津がプレデターを送りさせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。